皆様こんにちは、石本ダルです。今回はですね、夏のサマーコースの紹介をしたいと思います。長野で10年以上続けてきましたサマーコースがあるのですが、コロナ禍により2020年からずっとお休みしてまいりました。そして今年もね、ちょっとどうなるかやっぱりわからないということで、長野では行わず、自分の出身地である市川にて8月12日から15日に行います。時間の方は全く決めていません。これは受講生の方の都合と合わせて決めたいと思うからです。個人レッスン、グループレッスン両方ともありますが、いろんな希望に沿ってレッスンしたいと思います。基礎レッスン、基礎をちゃんと磨きたいっていう個人でもグループの方でも、ね、団体オーケストラ、そういう方々もぜひいらしてください。とっても分かりやすくて早く上達する方法とか教えます。雑談ですけど、今日はね、日曜日でして、よく僕が気に入って行きます、日曜マルシェに行ったその近くなんですけどね、例えばですね、これ日本セロリね、日本だといくらするかな、おい、すごいでしょこれ、こんなでかい、これがね250円ぐらいですよ。めっちゃ安いです、こっちはセロリ。特にね、ベルギー料理がね、ムール貝の鍋とかセロリいっぱい使ったりもするんですよね。これですね、ちょっとね、僕ね右目なんですけど、先週ベルリンでプール行ったんですけどね、今日なんか濁ってるよなってね、普段だったら、ね、10メートルぐらい先は水中メガネってね、競泳用のメガネつけて、それで見えるのに、はっきりとベルリンのそのプールではね、もう 4,5 メーター先もなんかどんよりしちゃってね、やだなと思ってたら結局後で物もらいになっちゃいまして、せっかくこんなね告知しなきゃいけないのに、サングラスなんてかけてちょっと失礼かもしれないですけど、ご了承ください。夏暑い時市川に来てくださるのも大変かと思いますが、僕の自宅には姉が作ったちょっとね、スタジオっぽいのがありまして、目の前が緑がいっぱいあるんで、僕が本来やりたい高原での講習会ね、それに少しね似せた雰囲気でやりたいと思ってます。ぜひお越しください。で、あとそんなに受講生が多くなければ、JR 市川の駅とか京成小野台の駅とか、送迎買って出てもいいですし、もちろん無料です、そんなのね。そんなわけで、そんなわけっていうかね、ここ本当に気に入ってて、レオポルドパークって言うんですけど、もうこんなにね天気いいとみんな出てきて日光浴を楽しんでしますよね。向こうね丘になってんですよ。やっぱりね勾配になってる公園とか広場とか、なんかウキウキしてくるような気がしますよね。でクリスマスマーケットとかね、普通のマーケットでも結構ね楽しいですよね。いろんな情景が作れるっていうか。そんなことで夏の日本でお会いできること楽しみにしてます。それでは。
がね別のアカウントで出している、日曜マルシェのね様子でこちらの公演もね出していますけど、よかったら、アドレス貼り付けておきますのでご覧ください。ちょうど自宅に帰れるここの公園からのバス停がここにありまして、6分待たなきゃいけないですね。あちら側にはね、この今ど真ん中の建物ですね、あのアーチの橋の右側、これが EU のスポーツセンターになってるんです。これは主にね屋内でするスポーツですね。僕はここの合気道教室に通ってます。もう先生がとってもいい人でね、っていうか無料で教えてくれるんですよね。でこれ日本大使館、これ右がね日本の旗が掲げられています。このね建物っていうか、向こうのスポーツセンターとの間の道を右に行きますと、今ね EU のあのレジデンスっていうところ、僕らの練習場になってるんですけど、練習終わった後にね大使館への用事があるかって言ったら、今ね直接行けないんですよね。まだコロナのことでね、ちゃんと前もって、時間予約してからではないといけない。ここにね黒板っていう人気の日本食レストランがあります。昔ねこの辺の建物も広場もこの辺深くね晒しだったんですよ。で今じゃもう全然気持ちいい、ね、姿に見えました。これも結構ね人気のホテル、ロフトっていうんですよね。地下の、地下じゃない1階 の、 居酒屋も人気あるし、2階にもねバルコンになってそこで飲めるようになってます。こちらがさっきのレオポルドパーク、